くて。そうですね、やっぱりコロナがありましたので、店内の売り上げを補う感じで、低価格も含めて高いの方はやはり伸びてきたと思いますね。ウーバーイーツだったりとか、外への委託っていうものも増えてはきてはいますけれども、自前での宅配っていうものもやはり相当需要はあったと。基本4台、置いてます。だいたい平日は、2台から3台ぐらいで稼働してますけども、土曜日日曜日忙しい時間帯になりますと4台フル稼働っていうことも、あるかなと思います。陳謝の件数から言うと、多い時で60から70ぐらい、距離がだいたい一番遠いところで6、7キロぐらいなので、フルで走るとほぼなくなってしまうような感じになるので、基本的にバイク今、3台から4台抱えてるんですけれども、必ずどれかは毎日入れに行く。ガソリンを入れに行くためには、そこにその時間や当然その、人件費もかかるわけですよね。今どうしてもガソリンが高騰してきてますので、血管のやっぱりガソリンにかかる費用っていうのは馬鹿にならないです。それとやはりメンテナンスの費用です。ガソリン車ですとどうしてもその消耗する部分であったりとか、血管のメンテナンス費用っていうのがかなりかかってきますので、一番の理由はカレーっていう汁物を運んでいるっていう部分がありますので、商品に対する負担っていう部分が一番気になったところなんですよね。実際にバイクにですねカレーを積んで走ってみたんですけど、その蓋に振動がこう伝わるとカレーがどうしてもね飛び跳ねるので蓋が汚れてしまうんですよね。そこがもうほとんどなかった。今回スタートでですね、100V で始めてます。実際に走行してみてどのぐらいのその走行距離があって充電がどのぐらいの頻度で必要なのかというところを判断してから、今後 200V に変更するという可能性も一応現段階では考えています。走る広告塔としての役割っていうものは期待してます。御社のバイクのデザイン拝見させていただいたときに、正直ちょっとねワクワクしました、ね、それぐらいいいデザインでできたなというふうに思います。ここの川口良家っていうところであれば、宅配をかなりメインに据えてやっている。ウーバーイーツとか、そういう宅配代行もありますが、カレーハウス高校一枚のモットーである笑顔であったりとか爽やかさであったりとかっていうところを直接お客様にお届けできるっていうのは自前の高いサービスでなければできないことですので、お客様から求められるサービスっていうのを届けていくっていうのが宅配としてのカレーハウス高校一枚としての使命感というふうに思っています。